DFRS325DF は、スペインカタルーニャ州フィゲラスに本社を置くオートバイメーカーである。49cc から 450cc までの小排気量を専門としており、エンジンは主にヤマハ発動機系列の元売り見慣れり、車のものを搭載している。DF は、1934年に二人の若手企業家、ルイス・リエラ・カレとハイメ・フアノラ・ファルスによって、 自転車部品のメーカーとして設立された。リエフの名前は創業者である二人の名前の頭文字を取って付けられた。彼らは工場を建設するため土地を購入したが、スペイン内戦勃発により計画は阻止された。スペイン政府は貨物倉庫として使用するため建物を没収した。戦争から一年経った1940年にリエフは自転車部品製造業として再開した。 1942年に DF1 万ペスタを資本金に株式有限責任会社として設立され最初の自転車モデルを設計した。35人の従業員が各州で平均30台の自転車を生産した。1947年には後輪部分にフランス製の 38cc4 ストローク補助エンジンを搭載した自転車、すなわちモペットの製造も開始した。 このモデルは1馬力の動力と最高速度時速 40km のスピードがあった。2年後の1949年にはナンバー2モデルとしてより強力なエンジンとギアボックスを内蔵した設計を立ち上げた。後のモデルであるナンバー3、ナンバー4、その他はオートバイのような車両に進化した。1964年にはミナレリとの間で エンジンのライセンス生産が合意され、モペットの規制により、時速 40km に限定されたことにより3.5馬力と最高速度時速 70km の墓モデルが製作された。墓モデルのライドマークは1960年代から1970年代の間で進化し、コンフォートモデルと TT モデルが生産された。1978年には、 オートマチックトランスミッションのモペットを開発したが、失敗に終わった。製品は80年代から着実に増加し、新しくより多様なモデルはスペインでのモペット販売のトップに位置づけられた。また、車種のプロファイルは引き上げられ、DF のバイクは国際エンデューロ大会でいくつかの賞を取るようになった。1994年には市場が開放され、 ヨーロッパ全体にリエフのモデルを輸出できるようになった。2006年には売上高の約60%が輸出によるものである。2011年からは日本でも代理店の輸入により販売されるようになった。ありがとうございます。